田垣です。本日やってきたのが、とある評価サイトで一番評価の低いラーメン屋に行ってみた。Google の方で調べて、ここ一番低いなっていうそのラーメン屋。そのラーメン屋といえば、まあよくたこ焼き食べに行ってるし、しかも、ラーメンでまずとかってないと思うよ。そう、だから評価低い理由って何なんと思って、まあ、本日はその行きたいと思うんですけども。いや、しかもさ、今何よ、腹めちゃくちゃ減ってやる。ちゃんこ腹いってる。いや、ほんまに空腹は最大のスパイスって言うやん。だからもうこの時点である程度もんなら美味しく感じると思うよね。評価がなんとね 1.85 くっ5点満点で。マジで君に見つけてこれじゃん。そうね、いや、そうなんよ。まあね、その各サイトで結構これバラつきみたいなのあるんだけど、はい、何だとかそうやって、まあ見てるだけじゃわからない部分もあるんで、まあね、そんな低評価されてるのかちょっとわかんないですけど、ちょっとまあ100万円しかずということで、早速そちらの面をすすっていきたいと思う。それでは早速やっていきましょう。たこ焼きショー。おお、魔法2つ覚えた。瞬間移動と通り抜けを覚えたよ。ね、編集ってすごいね。はい、じゃあ向かっていきましょう。今まで評価低い系の店行くときって、実はね、同じような場所が多かったんですよ。あ、またここの場所みたいな、なんか密集してるんでしょうね。めちゃくちゃ市内にあって、そのビルごと評価低いっていうのがなんかあったんですけど、今回はちょっと外れの方にあるんだよな。うん、いつもと違うような場所にあって、ちょっと気になるところですけども。美味しい店行きたいよ。あ、でもさ、今回思ったのはさ、美味しいかどうかっていうのはまた別かもしれんしね。あ、だから今回、ちょっと、タケログ。はいはいはい。タケログポイントをつけさせていただきたいと思います。っていうのが、そのタケログが、その、まあ、5点満点で。はい。なんか聞いたことあるな、それ。あ、ほんまに？その採点方法。5点満点で、はい、味、接客、そして値段。まあ、それら加味した上で、合計のその平均点数を割り出して、まあ、5点中何点かっていうのをちょっとやっていきたいなという。はい。感じでございます。なんかよくあるのが、どれか一つね、バランスがいつも欠けてるんよ。めちゃくちゃ接客悪いとか、めちゃくちゃまずいとか。それを平均していったら、まあ、意外とその悪くないんじゃないかなと。まあ、みんなが気になってる、そんな評価の低いラーメン屋、行ってみたいと思いますという、そんな企画でございまするということでございます。やっていこうでございまする。マッスルマッスルマッスル。じゃあなんかどんな口コミがあるのか読んでいってもらってもよろしいでござるか。麺がブヨブヨでまずい。インスタント麺食ってるのと変わらんわ。種返せ。と梅干しラーメンっていうのがあるらしいよ。おー、珍しいね。そうで、その梅干しラーメンの中身が醤油ラーメンに梅干しだけをトッピング。いや、それ家でやってって。で、まああんまり接客もいいとは言われてないね。なるほど。まあじゃあ総合的にそんなに良くないって感じなんか。ユズやと思ってラブホテル。ユーズよう見かけるよな。いつも反応してんねんな、ユーズに。その毎回言うけどさ、たこ焼き職業病でさ、看板見たらさ、あ、これなんか動画でいけるかも、サムネイル使えるかもみたいな言うやんか。だから電撃走るみたいなさ、本当になんかこう稲妻が走ったみたいな。そんな感じでこうビビッとくる瞬間があるやんか、うん、っていうのと一緒で、なんかあのユーズの看板もすごい目立つんよな。看板職人のたこ焼きとしてはいい看板と思いますよ。完全に職業病やな、それはもう。そうやな。あれもいい看板じゃない？エネルギーパワーって書いてんだよ。はい、というわけでお店の近くまでやってきましたということで、近くの駐車場に車を止めて、現在テクテクと歩いておりまする。さあ、このままお店まで向かっていこう。いや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 、進撃の巨人のオープニング歌います。すいません、そこ右に絵が。ふう、もうそろそろ、もしかしてこれ見つけた。よし、早速見つけたということで中に潜入していきたいと思うでござる。あれ、美味しいニンニクラーメンありますって。もしかしたらここめちゃくちゃいい店かもしれんぞ。はい、というわけで店の中に到着しました。ラーメンが一番人気で、一番人気っていうか、まあ、看板メニューみたいな感じで、まあ、辛味噌ラーメンっていうのもすごい有名みたいなんで、まあ僕はそっちを頼みました。まあ両方頼みようということでね。そのラーメンがあっさり豚骨醤油って、なんか豚骨って言ったら結構なんか濃いイメージあるのにな。そうな。で、辛味噌の方がマイルドな辛さが評判の辛味噌。さっき言ってた梅干しなくなったんかな。その前のメニューないな。なくなったみたいです。届きました。普
通のラーメンと辛味噌ラーメン。うまそうやね、めちゃくちゃ美味しそう。具としては、あ、すげえ、でもチャーシュー3枚ぐらい入ってるよ。うわ、この好きなタイプのやつ、プルプルのやつ、コラーゲンたっぷりそうな。あー、いただきます。普通に美味しいけどな。あ、ほんまに。うん、麺はどう？若干インスタント感はあんのかな、どうなんやろう。うん、でも味自体は辛味噌すごい美味しい。あ、ほんまに。具がチャーシューとネギとマヨ入ってるんだ。まあ、マヨシが若干シャキシャキ、もうちょっと入れたらいいのになとは思うけど。ああ。で、まあ、若干の麺のインスタント感は私にあるかもしれない。はい。あ、でも、イメージで言うたら、サービスエリアのラーメンって感じ。ああ、わかりやすいな、それ。うん、うん。なるほどね。まあ、雰囲気ですごい美味しいけど、みたいな。まあ、だから別に全然食えることは食えるし、美味しいけどねって感じ。じゃあ、続いて、普通のラーメンいただきますか。こんな感じです。やっぱあっさりっぽいね。そうやね。じゃあまあスープから。どうしたの？ゲレステイゲーゲー。ああ、なるほど、なるほどね。個人的に言えばそうやね、ノーマルあんまり好きじゃないかも。ああ、なるほど。なんて言ったらいいんだろうな。ちょっと麺のブーブーってちょっとわかるかもしれない。あ、そうなんや。うん、あっさり豚骨って書いてたらか、うん、なんか違和感あるよね、豚骨よりあっさりっていうのが。だからドラえもんでいうその綺麗なジャイアンみたいな一回出てきたやん。出てきた。で、違和感あったやん。あの感じ。なんかジャイアンは暴力的であれみたいなのあるやん、はい、お前のものは俺のものみたいなさ、お前の苦しみも俺のものみたいな。マイルドな綺麗なジャイアンって感じやな。なるほどな。もっとガツンってきていいなって思ったけど、でもこの最初の一口目はやるね、パッときた感じ、あ、豚骨かって思うねんけど、その後がサラサラサラってあっさりやから、もっとこかしていいのになっていう感じではあった。そうやね、こっちあんまり得意じゃないかもしれない。そっか、美味しくないとかじゃないけど、個人的な、うんうんうん、好みで言ったら僕はあんまりかな。でもそれこそ辛味噌はめちゃくちゃ美味しいよ。ああ、そっかそっか。全然違う、別物やわ。頼んどいてよかった、こっちも。両方行っててよかったね。うん、どう？あ、なるほどね。え、リアルな感じでいいよ、ほんまに。あと、ほんまにこれは一つ食べてほしい。うん。めっちゃ辛い。そんなにって感じ。うん。ちょっとこっちも通すよ。そうです、そうです。うん、ガチの感想で。ほら、ほんまにガチで言うて。あー、なるほどね。高速度っていうのほんまにわかる。サービスエリア、うん、あ、でも美味しいやんな。うん、確かに。こっち食ってからのやったからさ。余計にね。うん、余計に思った。少しを出したいな。ちょっと、いやでもほんまそのレベルやね。いやね、まあ確かにね、僕も個人の意見やったらちょっと不安な部分もあるけど、やっぱね、兄もそう言ってくれたら、やっぱそうやなってなるよね。うん。面白かった。ごちそうです。とりあえず店を出て、タケログ採点していきますか。はい、お願いします。はい。はい、というわけで改めてごちそうさまでした。というわけで今回ね、評価されたの一番低い、ラーメンに行ってきましたけども、これはでもそんなにめちゃめちゃ酷評するほどではなかったって感じかな。まあ、特に辛味噌ラーメンはめちゃくちゃ、まあ普通に美味しかった。まあ、でもレベル的にそのサービスエリア感はあったけど、なんて言ったらな、そのガッチガチのラーメンの美味しい感じかって言われたら、まあそうですね、ちょっとまあ若干のどのインスタント感なんかな。まあ、でも値段は安かったし、まあ、僕は全然ここパッて入っても、まあ、美味しいかなぐらいの。まあ、好みとしてはもっと濃くて、なんか家系みたいなの好きやからさ。あ、そやな。まあ、そもそもが、その普通のラーメンとかは、ちょっと確かに味薄ってなったかな。まあ、じゃあ、タケノコやっていくぞー。まず、味。はい。辛味噌の方が、4。4です。なんて、まあでもちょっとこれ普通の方も評価つけていい？うん、どうぞ。普通の方が2かな。なるほど。ちょっと苦手やったから。接客。はい。こちらはもう5でいいんじゃないですか？うん。お安さって感じ。そやな。値段。
はい。まあこれも900円と700円。まあ4ぐらい。うんうんうん。かな。じゃあ味の方はちょっとややこしいから、辛味噌とラーメンひっくるめた上で、まあ3点にします。ああ、なるほどなるほど。はい。まあ味はあの店3点っていう感じで。ということで今回のタケログポイント、すべてを合計して平均したところ、4点です。おお。これは高いんじゃないでしょうか。高得点でございます。まあ本当に評価だけに惑わされずにっていう感じの店でもあったんかなっていう感じだね。うん。まあでも確かに普通のあっさり豚骨、看板メニューが僕はあんま好きじゃなかったっていう。あまあまあまあ、ではありましたけどね。ほんまにマジで綺麗なジャイアンだったもんね。